建物が遊撃士協会レグラム支部になる。
私の番だな。僕の番だね。いいだろう、行くぞ。Thank you.
幻想的な光景だな。そうですね、本当に妖精とか現れそうです。大きいな、気をつけて当たろう。相手に約束はない。行くぞ。任せるがよい。はい、任せてくれ。崩れたぞ。私の番だな。さて、先に進むとしよう。うん、宝箱か。あ、立派な宝箱です。エベル視線、俺たちが通ってきた路線か。難敵だな。手ごわいぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。こだ。俺の番だ。行くぞ。よし、これで大丈夫だ。先に進むとしよう。この攻撃、行くぞ。行くぞ。
の番だな。今だ。行くぞ。行くぞ。任せる。ゴール。私の。俺の番だ。行くぞ。さて、先。行くぞ。俺の番だ。俺の番だ。こだ。マイ。行くぞ。その程度か。よし、掴んだ。ただいま戻りました。ああ、面白かった。タイミングが良かったようだ。え？父上。父上、いつお戻りに。てっきりこたびの実習では会えないものと思っていました。所用に一区切りついたのでな。ギルドに用事もあったからこちらで待たせてもらった。久しぶりだ、我が娘よ。どうやら一回り大きくなって帰ってきたようだな。幼子扱いはやめてください。その父上、ただいま戻りました。ああ、お帰り。
そして彼らが、はい、7組の旧友にして共に切磋琢磨する仲間です。レグラムの領主ビクター・S・アルゼイドだ。そなたたちのことは娘からの手紙で存じている。よろしく頼む、7組の諸君。Thank you.
く。光の継承と勝負か。でもリーンってそんなに強かったっけ。無謀すぎる。至難ならともかく達人相手の手合わせなど。さすがに厳しいか。リーン、考え直すがよい。父上も戯れをおやめください。ラウラ、止めないでくれ。私と彼の勝負だ。そなたは下がるがよい。本当に良いのだな。はい。音に聞こえし光の継承、胸を借りられるだけでも光栄です。どうかよろしくお願いします。生きやよし。八王の一端見せてもらおうか。すごいね。あれを片手で振るのか。信じられません。アルゼイド家に伝わる宝剣カランシャール。鉄器隊の副長を務めた祖先が使っていた体験だ。八王一刀流初伝リーン・シュワルツァ、参ります。アルゼイド流筆頭伝承者ビクター・ S ・アルゼイド、参る。はじめ。さあ、そなたの剣を見せてみよう。青き炎よ。せい。俺の番だ。逃しはせぬ。すまない、みんな。うわ、だから言ったのだ。見えませんでした。リーンが弱いわけじゃない。相手があまりに強すぎるのか。何をしている。まだ勝負はついていない。とく立ち上がるがよい。父上。そなたの力、それが限界でないのは分かっている。この後に及んで恐れるならば、強引に引きずり出すまでのこと。さあ、見せてみるがよい。消えた。いや、甘い。リン、リン
とんでもない勝負だね。ああ。だがやっと分かった気がする。リーンが試着閣下に手合わせを願った理由が。アホが、こんなものを抱えていたのか。リーンさん、大丈夫ですか？父上、やりすぎです。大丈夫。ちゃんと手加減してくれた。参りました。光の検証の絶技、しかと確かめさせていただきました。どうやら分かったようだな。力は所詮力、使いこなさなければ意味はなく、ただ虚しいだけのものだが、あるものを否定するのもまた欺瞞でしかない。はい、天然自然、死の教えがようやく胸に落ちた心地です。ですが、これでいっそ迷ってしまうような気もします。リーン、それでよい。まずは立ち上がり、恐れとともに足を踏み出すがよい。迷ってこそ人、立ち止まるよりはるかにいいだろう。霧が晴れたみたいね。聖女の城、ダメよ、みんなに気づかれてしまうわ。大丈夫よ。光の検証は怖いけど、このタイミングなら平気だわ。もう、しかしなんとも危なっかしい子ね。前に進めるきっかけをやっと手に入れたみたいだけど、この調子で間に合うのかしら。それは私たちが決めることじゃないわ。私たちは見守り、導くだけの存在。前みたいなことは絶対にやめてちょうだい。はいはい、わかってるわよ。それはそうと、気づいてるみたいだけど、あの城何かあるわよ。私たちの管轄外だけど、ちょっとまずいかもしれないわね。ええ、ラウラさんにそれとなく伝えるしかないでしょうね。明日も期待してる。
任せるね。任せてくれ。流れているのか。幼い頃はあそこでよく水遊びをしたものだ。でかいな。手こまえさ、俺の番だ。行くぞ。俺の番だ。行きます。そこです。行くぞ。戦闘終了。天気もいいし、いい風が吹いているな。終了。難敵だな。心して行くぞ。行くぞ。任せてくれ。いいだろう。今だ。野田さん、俺の番だ。任せるが、その程度か。Thank you.
ローエン・グリン城、旧国の聖者の古城か。私も夜に来るのは初めてだ。足元に気をつけるがいい。え、あれって城の外壁のようだが、月明かりで光っているのか。これがローエン・グリン城、旧国の聖女が本拠地とし、歴戦の勇士たちが集まったとされる。間近で見るとひときわ美しいが、なんかぼーっと青白く。私も以前から何度か訪れたことは。何か妙な風を感じる気がするな。魔獣ではなさそうだが。うん、俺もだ。何かがうごめいているような。委員長。いえ、とにかく気をつけて入りましょう。ああ、何が起こるか分かったものではない。念入りに装備を確かめてから足を踏み入れるとしよう。開かない。勝手に閉まったのか。このやっちゃえ母ちゃん。全く効いていないようだ。なんでアガートラムでも破壊できないなんて。どうやら結界が働いているみたいですね。結界？さっき一瞬だけ見えた不思議な文様のことか。委員長、どうしてそんなことがわかるんだ。その、実は昔から霊感がある方で、目には見えないものとか不思議なものがなんとなくわかるんです。霊感って。うん、興味深いな。思えば以前から時々妙な反応を見せることがあったな。そういえば、要するに教会のシスターのようなものか。教会の人間も不思議な力が使えると聞いたことがあるが。むしろ反対というか。もう昔から教会は大好きで、
なんだかよくわからないんだが。エマ、そなたは一体。これはさっきの鐘の音。左右から来ます。ち、マジルか。いや、ムク。風よ、俺たちに加護。行くぞ。行くぞ。風の赴くままに。やったか。ミリアムちゃん、大丈夫ですか？今の何だったの？不可解な魔獣、いや、魔物というべきか。一筋縄ではいかない相手だったな。上位属性も働いていたみたいです。おそらくこの古城全体に作用しているんだと思います。ああ、確かにそのように感じたな。さっきの鐘の音はよくはわからないが。想像以上に厄介な場所のようだ。結界とやらのせいで閉じ込められたことだし、脱出方法も探さなくてはな。委員長、この城を探索するには委員長の知識が必要みたいだ。今は詳しく聞かないけど、頼りにさせてもらっていいか？ええ、もちろんです。ならば急いだ方がいいだろう。あんな魔物が徘徊している以上、子供たちの安否も心配だ。そうだな、行くとしよう。もう出発するの？もうちょっと休憩していこうよ。もしかして腰が抜けちゃったのか？別にそんなんじゃないけど。なんだったらお前だけここで待っていても構わんぞ。とにかく探索を開始しよう。はい。チャンスだ。畳みかけるぞ。行くぞ。はっ。行くぞ。そこだ。行くぞ。さて、先に進むとしよう。妙な連中ばかりだな。やはり言う。言っちゃダメ。Thank you.
対応してやる。私の番だな。はい。マイ。任せてくれ。崩れ。ゴド。マサン。大した。マサン。俺の番だ。私の番。我が剣にかけて悪は許さぬ。外回路城の北側になるみたいだな。行くことができたはずだ。子供たちが無事だといいが。城の最上階、この先に鐘楼がある。気配が近い。今までに手に入れたものとはまた別のもののようだな。何やら内側に青白い炎のようなものが揺らめいているが。それにしてもでっけえ。結構綺麗かも。明らかに何かの力みたいなものが感じられるな。院長、言っていたのはこれのことじゃないか。はい、間違いありません。おそらくあのオーブがこの城に異変を引き起こしているんだと思います。あれを破壊できればこの異変も収まるはず。分かった、僕に任せて。え？ちょっとミリアム、平気平気、母ちゃんにかかればこれくらい一撃だって。さっさと片付けてこんなお化け屋敷からはおさらばしようよ。アホ、もう少し慎重に。いっけー母ちゃん。ミリアム、言わんことじゃないな。大丈夫か。機械のことは確かに守られていたとしてもおかしくはなかったか。待て、何か様子がおかしい。あっ、な、凄まじいまでの力の本流。皆さん離れ。
あれは？ドクロの魔物？ノスフェラトゥ？こんなものまで権限するなんて。今までの敵とは格が段違いのよう。ユリアン、ハルノ、後ろへ。こんなところで倒れるわけにはいかない。みんな、死力を尽くすぞ。はい。強敵か。望むところだ。行くとしよう。やったのか。凄まじい相手だ。そっか、これって気を抜くな。何か妙だ。まずい。しまった。不活でした。まだこんな力が残っていたなんて。みんな、ラウリーさん、皆さん、やばい。この母ちゃんまで動けない。こうだったら、ダメです。下手をしたらあれにあなたまで取り込まれます。なんだ。みんな無事か？平気です。眩しかったけど。一体わかります。確か何かが飛来するような。ああ、そしてオーブを貫いた。あれは多分槍だった。巨大なランス。ランス？そうだ、さっきまであそこに誰かが立っていた。不思議な光に包まれた黄金の髪の女性が。黄金の髪？それってラウラ！バカな。誰もいないな。分かっていたことだが、城を包んでいた青白い霊気は清せてますね。あのオーブが砕けたから。でもだったらあの槍は。槍の聖女。聖女の方だったか。でもやっぱり時間がなくなってきたわね。明日も来。
中ですね。クレア隊員。ああ、クレアだ。ひょっとして僕に会いに来たとか？偶然ですよ。グラフが通るので警備体制を敷いてるんです。ああ、そっか。でも会えてよかった。2ヶ月ぶりくらいですね。
ント・ハルト。どうも教官。あ、いや、トールズ士官学院1年特化クラス7組担任教官を含め全員の到着を報告します。ヒトヒト30、了解した。よっ。改めて帝国軍第4機甲師団に所属するナイトハルト少佐だ。実習期間中お前たちの案内役および特別講義の教官を担当する。それではついてくるがいい。